ビールいいね。飲みたくなった。一杯ぐらい飲んどけば。いいんですか。あ、ごめん、ダメだわ。ごめん、ちょっとやっぱダメだわ。まあカレーだね。カレー。私これにしよっかな。ファイヤードッグカレー。じゃあ俺ベーコン。ベーコンカレーにするわ。そしたら。ベーコンカレーに。はい。あ、すごい。こっちもちょっと揃いでしょ。はい。ゆっくりだぞ。すげえ、すげえ、めちゃくちゃうまそう。すごいじゃん。めっちゃ開放的だね。いいね。すげえ。ちょっとテンション上がってきたね。こんだけ開放的だと。サンダル落ちんようにだけ気をつけないよ。はい。いいね。虫に襲われたらちょっと怖いよね。やだな。それはちょっとやだ。なんだ。カメラ。カメラ。はい。はい。はい。いいね。すごい。結構長いね。ね。こんな長いもんだっけリフトって。え、これ本当はスキー場でこれ使ってるの？そうだろうね。こんな登るの？こんな登るもんなんだね。普段スキー場行かんから。知らんけど。ね。こちらの景色。登った。ね、すごい。着いた。あ、たくさん人おる。着いた。
ほんと盛るぞ。あ、すげえ。すごっ。イエー、すごっ、すごいねこれ。あそこから来たのね。あーちっちゃいね。あーこれはすごいわ。すごいじゃん。うわ、いいじゃん。すげえ。すごい。どれのあれだよ。なんかもっとおしゃれ、おしゃれなやつか。今まで頼んだら違った。寝れるね。ビール飲んだら強い。もし酔っちゃったらそこから酔わないの。寝ますか。え、でもなんか21度とはあったけど、もうちょっとある気がする。乗れねえんだ。本物じゃないから全然幸せ。全然暑くない。でも美味しい。うん。あ、今って今。よくしょ、はい、落とした。ちょっと怖いかも。怖いね。下が見えるから。映っとんのかな。映ってるんだな。分からんね。画面が見えん。あ、虫か。俺は虫だって手を振ったの。自由ですね。自由だね。のどかだわ。ね。でもいい景色だな、本当。そうだね。小ヤギ、小ヤギ、小羊、小羊。小羊です。あそこの集団可愛くない。何？六頭ぐらい。振り向いてくるかね今。振り向いたよね今。あ、なんか仲間がおるぞ。
反応してくれるよ。なんて言っとった、買いました、今日いい天気だねって。そうだねそうっす。めーめーめー不審な目で見られた。なんだこの人間って。これいいハイキングコースだけどさ、帰り地獄で疲れるね。やばいよ。まあ、わめっちゃ気持ちよさそう。ポニー？ポニーかな。ちょっとちっちゃいね。ね。いいな。近いね。ね。美形だよね。普通の家みたいだね。ね。洗面所、洗面所っていうか。キッチン。キッチンが IH 二つ。ゴミ箱は、あ、生ゴミ。不燃ゴミ。可燃ゴミ。冷蔵庫もあります。この辺は、あ、必要な食器とかがあるって感じか。まな板とかね。まな板もある。包丁もあるやん。すごい。何これ。あ、トースター。あ、トースターか。朝パン焼けるじゃん。そんなのあるの。で、鍋。鍋。鍋も何種類かある。いっぱいある。やかんもある。フライパンもある。へー。あ、ボールもあるよ。あ、ほんとだ。いいね。へー。普通に料理できる。ね。普通に、バーベキュー頼まんでよかったじゃん。あ、食器もめっちゃあるやん。ケトルもある。ほんとだ。暮らせるね。で、洗面所なんかもう、掃除道具とかも家だね。ね、家だね。まあ、これ使っていつも掃除しとるんだろうね、うん、あ、でお風呂も普通に普通のお風呂だね。風呂シャンプー、リンス、ボディーソープちゃんとあります。おお、ポシュレット。電子レンジもちゃんとあります。和室、ここで寝るんかな。布団も自分に敷く感じだね。ここにシーツもある。景色が、まあ、お隣さんがあるけど、まあ、全然気にならん感じだね、うん。クーラーは？扇風機はあるけど。クーラーはない。クーラーないのか。まあなくてもいけるんだな、多分。で、こっちはテレビと。来た。さあ、
全然明るいね。明るいね。テンション上がってきたね。ちょっと食べれる気がする。そりゃそうっすよ。と一緒じゃん。じゃあバイキングですので、はい、ご自由にドリンクは立ち上げて、はい、その際手袋の着用をお願いします、はい。もうちょっと泡の割合多い方がいいです。